雑草に覆われてますけど、この斜面も全部土の表土を取って除染してある。こっち側の斜面もこの斜面も全部削ってある。一回除染してる。山道を下るとその姿が見えてきた。これの清水仮置き場の4段あるうちの一番上です。放射性物質が含まれた土の塊だ。現在水蒸気の東京電力福島第一原発から拡散された目に見えない放射性物質。被爆を抑えるための除染で生じた土は今なおこうして目に見える形で存在している。どこかに我が家から出た土も入っているはず。だから、まあ、これは取るだけ取ろうと思って。2011年3月11日に政府が出した原子力緊急事態宣言。9年以上経った今も継続中だ。忘れ去られたかのような緊急事態の中、一見取り戻された日常。ところがふと目を凝らすと異物とも取れる非日常が現れる。再び出す日が来るとはっていう感じですけどね。福島市内に住む高校教師の赤木修二さん。美術を教えるが写真が専門ではない。しかし震災後ツイッターに投稿した写真の数々は内外で波紋を広げた。この本のツイートした中で一番ためらったのはこれですよね。除染土の脇で遊ぶ子どもたちの写真。一方対照的な公園で遊ぶ子どもたち。どちらが不安を煽るような写真だろうか。センセーショナルな写真だと思うんですけど、実際にこのブルーシートの中にある汚染土の周りには30センチ厚さのこの遮蔽の汚染されてない土で覆われていて、このすぐ脇で放射線の数値が観測されるわけじゃない。これは2011年の夏ですよね。で除染前なんですよこれ。だからちっちゃい子供が立ってるけど、ガイガーカウンターをかざすと4マイクロシーベルトとかここ全面そういうところなんです。一見目を引くが実は放射線量が低い場所。一見平凡だが実は線量が高い場所。どちらも原発事故後の福島の現実だ。ツイッターにはこう書いた。どの写真を撮った時も僕の足の裏はしっかり地面についている。何か意見を言う時にどこの場所に立って言うかっていうことから人間は逃れられないというか、まあ、汚染地に立たないとこれは撮れないんだっていう意味でもあるし、こういう子どもたちの様子を撮ったんだけど、まあ、撮るためには僕がここに立ってないと撮れない。各地に招かれ開かれた展覧会や講演会は60回以上に上る。写真集も出版された。赤木さんが記録するのは放射性物質が降り注いだ福島市で暮らすという不条理な世界だ。震災後地方紙に4コマ漫画を連載した。避難をめぐる妻とのやりとり。ここにいれば収入もあるし友達もいるし、これから手厚い医療支援もある。お金じゃ放射線に勝てない。友達がいても家があっても勝てない。戦場的に見える。その後妻と子供は福島県内で自主避難。家族が再び一緒に暮らすようになるのは5年後だ。政府が当初避難指示を出したのは原発から20キロ圏内。福島市は区域外だ。しかし後に明らかになるように放射性物質は気流に乗って原発周辺から広く拡散し、福島市内の空間線量も一時は桁違いに跳ね上がった。
赤木さんの自宅の女性。玄関先には高圧洗浄機がかけられ、庭は表土が剥がされ隅に掘った穴に埋められた。当初、行政による自宅の除染に反対した。汚染された証拠がなくなってしまうと考えた。隠されたのは初期情報だけじゃない。今まさに事件現場を隠そうとしている最中だ。これ初期情報ってあれですよね、あのスピーディーがとかって言ってあったじゃないですか。ああ、はいはい、でもこの除染自体が12年、13年、14年、そして今2020年になってるけど、最後の運び出しをしているところなわけじゃないですか。まさに10年間かけて、あの何でもなかったよって言おうとしている最中っていうか、スピーディー放射性物質の拡散シミュレーションの存在をメディアが報じたのは事故後1週間以上経ってからだった。やがて除染作業で見えないはずの放射性物質がブルーシートに覆われ目に見える形で現れた。こんにちは。僕震災直後ずっと思ってたのは、やっぱこの前を犬の散歩を平気でできるようになっちゃうってやっぱすごいことだと思うんですけど、だからこれがあっても驚かないし、この前を人が散歩しても驚かないしっていう。赤木さんにとっては目の前で起きている全てが記録すべき現象だった。震災後街中にあふれた頑張ろう福島、こうしたフレーズを赤木さんが写真として切り取ると違和感を持った風景として現れる。人口が多いから避難地域に入れられないだけで、その地区被害者である人たちが自分からここで頑張ろうって言い出すって、やっぱそのすごい現象だなと思ったんですよね。僕の車屋さんも納豆にも頑張ろうって言われちゃうのか俺っていう、つまり逆に言えば解決手段がないっていうことなんでしょうけどね。被害者は奪われた権利を主張するはずだと思ったが、世の空気は必ずしもそうはならなかった。大丈夫大丈夫頑張ろう福島、明るく楽しく福島、イルミネーションで大衆に向かって呼びかける言葉がその街で大丈夫大丈夫ってすごいなと思って。被害者が率先して加害者の思惑をも忖度する矛盾に満ちた世界、見たくない現実は一体誰が誰に突きつけているのか。ツイッターには除染土の写真とともにこうも記す。誰かが誇りと言い出した時は相当誇りがなくなっている時だと思う。誇りに思いましょうって大人が子供に呼びかけてるっていうのは、僕はあの誇りがない証拠だなっていうふうに思っていて、だからこれっていうのはその事故によって急激に誇りが失われた時の反動なんだと僕は思ってるんですよね。赤木さんの写真やツイートは福島の風評被害を助長する不安を煽る行為だと非難もされた。随分怒られた、はい、加害者と被害者って誰だみたいな。例えば地域に農家の人もいて、こういう汚染の様子を集中して取り上げればそれはプラスには働かないわけですよね。同じこの写真を見て、こんな綺麗に片付けてきちんと対応してるのになんでそんな大騒ぎするんだっていう会話も何回もしましたね。展覧会や講演会に招かれるのは東京や海外が中心だ。福島県内で自らの活動を語る機会はまずない。ためらいながら、後ろめたさを感じながら、震災後の福島の現実を記録する。美術館と図書館が並ぶ閑静なエリア。実はこの前庭には大量の除染土が埋まっている。これを掘り出して別の場所に移す作業が始まろうとしていた。普通の工事現場と何一つ変わらないかのような看板が掲げられている。
土のうの運搬、まあ、事実には違いないんです、中に土のうが入ってるので。ただこの図書館を利用してここを通る人が心霊を何をやってるのか認識するかっていうと僕はしない。下手をすると図書館の中で震災に関する調べ物をして、その上でこの 目の前をこう通り過ぎる人もいるぐらいなんじゃないかなっていう気がするんですよね。市民の憩いの場だが、足元には原発事故で汚染された土壌が存在する。1ヶ月後、掘り出し作業が始まった。一見ただの工事現場だが、脇に積まれた土のうには一つ一つ放射線量が記されている。数値は今や市内の空間線量とほとんど変わらない。あの日から9年余りが経過し、実は赤木さんのツイッターへの投稿は急激に減った。除染が本格化した2012年から13年にかけて、一日に何度もツイートを繰り返した当時と比べると雲泥の差だ。もはや撮影も惰性だと言いながら、それでもシャッターを切り続ける。じゃあ始めますか、いつもどおりね。はい、じゃあ始めます。放射能、無知な私は深呼吸。春の雪、一見綺麗でも見えぬ汚染。あの日より心はずっと揺れたまま。福島市郊外の定時制高校、赤木さんとかつて同僚だった高校教師の中村進さん。赤木さんが震災後の活動の一切を学校と切り離す一方、中村さんは国語の教師として折に触れ震災を取り上げる。この日は原発事故の記憶をテーマにした俳句の授業。生徒自らが震災当時の思いを五七五の17文字に込めた。さあ、じゃあここから自分の句を。当時9歳、間もなく20歳を迎える生徒たちが改めて向き合う震災の記憶。放射能、無知の私は深呼吸ですね。これはアリサ選んでますね。はい、まあ、私たちが震災に遭った時は小学生だったので、放射能とか初めて聞く言葉ばっかりだったんで、まあ、無知っていう状態がその当時の私とすごく重なったなっていう。春の雪、一見綺麗でも見えぬ汚染。綺麗でも触れない、すごいなんか切なかった記憶があって、やっぱりダメ危険って、放射能ついてるんだから結構きつく言われました。きつく言われた、はい、放射能、記憶と一緒に沈ませた。中村さんが気になった一句だ。人にその震災のこととか聞かれた時に、その境界線みたいなのがあって、話せるものと話せないものがあって、時間でこう記憶がどんどん薄いんだけど必ずそこにあって、薄く、しかしあの日からずっとある原発事故の記憶。震災が起きてから避難して、でもなんかすごいずっと点々としてて、まあ、なんか精神も安定しないままあちこち行ってたりしてたんで、本当困惑しかなくて、何が起きてるか分かんない、でもとりあえず逃げなきゃっていう。放射線のイメージがどうしても残ってるし、まあこれからもずっと自分の中では原発事故の記憶とその後は残っていくのかなって。9年が経ち、今見えるものと見えないものとは。今多分福島で生活してる中で、多分その放射線とかを気にするのって、やっぱりあの白いソーラーパネルの線時計、あの数値を見て、ああ放射線ってやっぱあるんだなっていうのを実感して、短すぎると言いますか、あるのが当たり前になってるのが悪いんだろうなっていうのはちょっと感じますね。今見ると目をそらしたくなるものだなっていうのがあって、でもそれ目をそらしたくないものが確実に今も残ってて。原発事故後の福島市内を撮り続ける赤木さん、同僚だった中村さん、
中村さんは自ら俳句を読む、句集も出した。一人一人福島を追い卒業す。裏枯れや未来とは今のことでした。震災後しばらくは俳句が作れなかった。季節を表す季語の意味が原発事故で一変したという。季語と言われるほとんどのものが汚染されちゃったわけですから、桜なんてもうそうですよね。春満開、喜びの季語だったんですけど、同じようにもうやっぱり桜を見ることできないとかね、震災から2ヶ月後、中村さんが新聞に投稿した記事が残っている。当時教えていた生徒がある日授業で言った。原発なんて全部爆発しちまえばいい。事故で汚染されたものの避難地区に指定されない福島市。目に見えない放射性物質を前に息を潜めるように暮らす中、いっそ原発全部が爆発してしまえばみんなで避難できる。まあ、社会の、まあ、本当に矛盾点というか、それを子どもそのものがやっぱり一番強くこう受けて、で怒りを感じてる。当時の社会に対する怒りというのは、これは正当なものだなと僕は思いましたね。高校生の叫びは中村さん自身の叫びだったのかもしれない。大きな声に流されたくはない。一つの方向に向かう社会や時代の流れには抗う。震災後の福島を撮り続ける赤木さんと共通する思いがあった。復興であったりとか、その頑張れとか、負けるなとかね、オリンピックで頑張ろうとかね、そういうこう大きな言葉で、今目の前で生活の中で起きている出来事がなかったことにされてしまうってことに対するやっぱりレジスタンス、抵抗の表現だろうなっていうふうに思いますね。自らの手の届く範囲にこだわり記録を続ける赤木さん。かつて町中にあった除染土はほとんど撤去され、仮置き場と呼ばれる場所に移された。だからここその市街地の中心にある丘なので、市民の憩いの場っていうか、あのハイキングにも使うし、近隣小学校の低学年遠足にも使うし、復興支援の意味もこもってると思うんですけど、あの山の中を走るマラソン大会、毎年5月に開かれてて、ここコースになってて、みんな走り抜けてますね。この山には複数の仮置き場が存在する。除染土が積まれたこの脇を市民が走る。僕撮ってると何撮ってるんですかなんて聞かれたりして、あの仮置き場ですって言うと、ああやっぱりそうなんですかってその時分かるみたいな。福島市内だけで30カ所以上あるこうした仮置き場に積まれた除染土、2022年3月末をめどに東京電力福島第一原発の近くに移されるという。福島第一原発の周辺、そこは今どうなっているのだろうか。福島市から60キロ、総面積1600ヘクタール、東京ドーム340個以上が入る広大な敷地で除染土の埋め立て作業が行われている。第一原発を取り囲むように存在する中間貯蔵施設だ。県内各地の仮置き場から除染土がこの施設に運び込まれる。土壌を安全に保管するため埋め立てています、約900万袋、約 65% の搬入をすでに中間貯蔵室内に搬入しております、施設内には分別前の除染土が詰め込まれたフレコンバッグも立ち並ぶ。工事車両がひっきりなしに通る。ここは第一原発に隣接する帰還困難区域だ。
用地の取得が全て完了しているわけではない。目につくのは残された民家の数々、集会場や学校など。事故前には住民が住んでいた証が残る。原発事故で拡散された目に見えない放射性物質、除染作業によりフレコンバッグという目に見える形となり、民家から仮置き場へ、そしてこの中間貯蔵施設へと移される。放射線量は減るが、それ自体は決して消えない放射性物質。移動させることしかできない。中間貯蔵というその名の通り、ここに運び込まれた土は2045年3月末までにここではないどこかに作られる最終処分場に送られることになっている。しかし最終処分場がどこに作られるのか、果たして作ることができるのか、見通しは立っていない。帰還困難区域への立ち入り、必ず午後4時までに退避をお願いいたします。中間貯蔵施設の最寄り駅、つまり第一原発の最寄り駅の一つ、 JR 常磐線大野駅。誰も降り立たないこの駅に列車が止まる。震災後、原発近くは鉄道も長く普通のままだった。開催されるはずだった復興オリンピックを見越して、常磐線は全線が再開した。しかし駅周辺は今もバリケードに覆われた帰還困難区域が続く。周囲には手つかずの誰もいない街並みが広がっている。東京駅から特急列車に乗れば3時間余りでここに着く。間もなく本当にあと半年1年で、震災前になかったものを視覚的に見えるものが本当になくなる時期に来ているなっていう感じはしますね、はい。震災後の福島市内を撮り続ける赤木修二さん。9年が経ち、原発事故の爪痕は今やほとんど見えなくなりつつある。まあ、最初撮り始めた時から50年後っていう数字はなんとなく頭に浮かんでいて、僕いるうちはこの写真出せば誰かがこういう迷惑、誰かがこういう不愉快っていうのがあって、もうその50年後のつもりで撮っていたので、50年後なんて評価する側の社会がどう変わってるか分かんないですよね。でもまあ、でもまあやっぱり異様な景色には違いなくて、撮っておくべきだって僕はずっと思っていて。町が復興に湧く姿で埋め尽くされていても、足元のわずかな傷跡を残しておきたいという。東京電力福島第一原発の事故から間もなく10年。見えるものと見えないものが交錯する中、出口はまだ見えない。